かる。もうそうですね、もう結構、まあ、右で倒せて、はい、なんていうんですかね、乗った感じ持ってたんで、はい、あ、これはいけるなっていう自分の感覚があったんですけど、はい、ね、まあ、ちょっと決勝戦で、決勝戦でも本当に戦ってるうちに、あ、いけるなってちょっと思っちゃった部分があって、で、それで、そこからですね、展開がおかしくなったのは。まあでも本当に、それが総合格闘技の厳しさだと思ったのは、悔しいけど、I feel bad about it, about the result. 悔しいけども、But, まだまだ2年でやってしまう。It's only 2 years. まだまだ2歳。こっからです。私のストーリーが面白くなる。My story is gonna be interesting. 負けっていうこと自体がすごく久しぶりだと思うんですけど、それに関してはどうですか？そうですね、久しぶりすぎてみんなが腫れ物触るみたいにちょっと扱ってもらえるので全然大丈夫なんで普通に接していただけると一番ありがたいと思います。自分の中ではどうですか、負けたこと。もう出し切ったんで、もうこれで負けたら仕方ないなって思うところまで自分は練習できたと思うし、もう2年でここまでよくやったなって自分で本当に胸張って言える。だって2年間でデビューしてメインも張ってトーナメントはまあまあ準決勝まで行けて、あ、じゃあ準優勝か。まあ、本当は望んでたのは優勝ですけど、人生そんな甘くないです。私の人生はいつも負けから始まるので、負けてニュースになるぐらいの同じなところかなと思います。最後はタップしないで落ちたんですけど、そこになんか皆さんすごい強さをすごく感じたんですけど、最後はタップはしなかった。そうですね、もう絶対負けたくなかったんで、そこだけは譲れなかったというか、逃げれるとも思ってたし、初めて落ちたんですけど、なんか変な夢を見てました。なんか楽しい夢を見てましたけど気づいたらみんなが周りに結構この辺にいて、あ、なんだこれは、なんだこれはみたいな。まあそれも人間だと。他に質問ある方。はい。バックを取られた時の心臓としては何かアフェクトとかありますか？いや、全然もう来るなとは思ってたんですけど、反応がちょっと遅かったのと、本当になんか変な自信でいけると思っちゃってたので、まあ、そこが本当に好きですよね。自分が甘かった。今までそれでいけてたので、まあ、でもこっからがまた通用しなくなる期間だと思うので、まだまだ私の伸びしろ、成長は止まらないかなと。悔しいけど、仕方ない。あの対戦の時にチョークを取られないような練習をしてたってことじゃないですか？あ、全然してましたよ、普通に全部練習してましたけど、もうパッて打撃だと思ってたので、そうですね、ちょっと油断してたのは本当にありますね。てか今まで6年間がうまいこと言いすぎてたんですよ。私の人生は本当にそんなうまいこといかないな。でもこっからまた強くなれるから、やられたからにはやり返しますか？いや、リング上で言いましたよ、私は必ずやり返すから。じゃないと面白くないじゃないですか、せっかくここまで盛り上げたのに。最終的に一番になるのは私だと思うので、あの話し合いの中でもしかしたら MMA からまた一旦離れるかと思ったんですけど、そうではなくてやっぱり、ね、どっかで行くんです。
そうですね、もう覚悟は決まったんで、もう試合前から覚悟を決めてたんで、必ず。先ほどちょっとあの変わったあの調子が変わってしまったって言ったのは、あの朝倉選手のテイクダウンを最初切っていて、それがあの距離が近くなったりしたんでしょうか。距離が近かったというか、あの、結構めちゃくちゃ切れたので、思ってた以上に切れちゃって、それでなんか調子乗ったんですね、多分。本当に多分それでいいと思っちゃったからダメだったんだと。最後はその片道丸ごと掴まれて、後ろ手をこうだったら剥がせてあのエスケープできてたんでしょうか。そうですね、いつも練習ではできてるんですけど、突き詰めて頑張っちゃったんで、一瞬バーッと心と体をリセットしたいなと。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、そういうのにしてもらいましたけど、ありがとうございます。最後、あのちょっと記憶が初めてのストレッチになっていておっしゃってましたけど、気がついた時の皆さんがいて、その次の瞬間に顔をずっとうずくま、顔をうずめてちょっと泣いていたように見えたんですけれども、あれはやっぱり泣いているんですよね。そうですね、嘘泣きとは言いたいんですけど、ちょっとまあ心の汗は少しいじめ出ました。それでずっとこう、暗い顔で、で、裏に帰って、引き返しの時に出てきた時には、完全にもうなんかこう、何かが起きたみたいなことなんですけど、スイッチはどういうふうに切り替えられたんですか。いや、もうやっぱり、なんていうかね、応援してくれてる皆さんに、最後まで悲しい思いをさせたくもないし、やっぱ安心させたいっていう気持ちもあったので、やっぱりまだ私は腐ってないけど伝えたかったです。ありがとうございます。あの今回ちょっと入場についても聞きたいんですけど、はい、衣装曲と衣装は変わるのすごい驚いたんですけど、あ、純潔もですよ。そう、今日の純潔の話、あ、見てないな。あれ？あれやってたっすね。まあ、大晦日仕様だったんですけど。そうですね。まあ、でもここから、まあ、ここからまた使うのか、まだわからないんですけど、まあまあ、ちょっと、わわ出したかったなって、お正月に。対抗したわけではない。あ、そうですね、そこまで考えてなかったですけど、まあ年末からお正月にかけて内側に犬獅子さんはあのおはぎとみたらしっていう犬飼ってるんですけど、それに扮した獅子を見たりとか、ちょっと細かいことをやってみました。ということは、まあ、来年はあの赤いベルトを狙っていくっていうことで、あれどうなんですかね、トーナメントだからあのベルトが贈呈されちゃうのか、本当にランキング形式なのか、正直まだ大谷さんも分からない、私も分からない。スパイトル化したとすれば、まあ、まあ、取りに行く。そうですね、もうあのベルトが欲しいというか、私はもうリベンジしか考えてないので、うん、でもやっぱりここまで引っ張ってきたのは私なので、あのベルトは必ず取りたいなと思います。ものすごく安心しました。他に質問ある方大丈夫ですか。じゃあ最後に写真撮影で終わりたいと思います。もうそのままで大丈夫ですよ、はい、普通にポーズしなくても、はい。